縦から5ブースト持ちのブロッカー、レイホー100目4、6コストの光と闇と自然、パンドラボックス、アークセラフィム、ディスタス、パワーが4000、シールドトリガーとブロッカー、相手プレイヤーをアタックできない、出た時または選ばれた時自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く、その後相手の手札を1枚見ないで選び捨てさせる、ササゲール4、ディスペクターを召喚する時コストを4少なくしても良い、そうしたらこのクリーチャーを破壊する、そのディスペクターのコストは0以下にはならない、主に 5C ディスペクター天文や 5C バラモルドに採用されています。バカなの？ちょっと考えてみてほしい。ブレイズクローで1ティンクじゃん、踏むじゃん、1マナ増えるじゃん、しかもブロッカーだしハンデスじゃん、でターン返すじゃん、こいつ犠牲にして4マナでドルファディロム出てくるんだよ。わかります？この異次元さ。3ターン目にドルファディロムですよ。これが100目砲というカードの恐ろしさなんです。つまり赤ターンガガガなんかは踏んでも押し切れる打点で殴るか、踏む前提でどこかで貯めるか、かわすか、これに全てがかかっています。もちろん天文でも出てきますし、普通に出してもトリプルマスですからね。ということで100目砲、今後も様々な壊れディスペクターを紹介していくので、そのためにこいつの存在を思い出してください。ちなみに元ネタの100目も踏んだらゲーム終わる系のカードだったので、こちらはコアなファンが多いんじゃないでしょうか。明日からまあいろいろなディスペクターを紹介していきます。参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。